ちは、カウンセラーの山本恵美です。今日は怒りについてお話ししますね。今度多分私怒りのワークみたいなのやりたいなと思って、でもねこれってオンラインでいけるのかなと思って、まあ怒りのワークっていうか、そのやっぱ私がやっているインナーチャイルドでやっているところの12回のカウンセリングの中に怒りのワークっていうのを入れたいなとちょっと思い始めているところは、みんなね、なんか怒られるのが怖いから、怒られるの怖いんです、嫌なんですよ、怒られて育ってるから。だから私は怒らない人間になりますみたいな、ね、すごいその思い込みが強いんです。基本怒らないんですよ。だから一応稲ちゃんの人はあんまり怒り気性ではないというかね。でそこで何が起こるかっていうと、怒りっていうのは自然な感情なんですけど、怒らないことで何がいけないかみたいな話をすると、守らないっていうことなんです。自分を守るっていうことは世界で一番大切なことなんですね。でそれは怒りとして守ることができるんですね。お前らみたいな、もうぐちゃぐちゃうるさいてめえはみたいな、わかります、そのだから何言ってんだよみたいなさ、何にもやってないのにそんなことでぐちゃぐちゃ言うな、いじめんなてめえみたいな、まあそれがすごい重要なわけですね。でもまあそういうことをしたら嫌われちゃうとかね、親に言ったら親がまた逆ギレされるとか、そういう意味でなんかそのそういう意味のない怒りみたいな、意味のなくないんですよ、それは自分を守るための怒りっていうのはすごい大切なことなんです、崇高なものというか。でもそれにブロックをかけている人が多い、でいい人のふりしちゃうみたいな、で怒ったら嫌われると思ってるから、なんかその感情とかをないことにして、で怒っなんかそういうなんかそのまあクレーム族みたいなやつとかも最低って思ってるんですよ結局。でもだから自分はそこで言いたいことあるのに言わないみたいな、我慢するみたいな、一言言わないみたいな感じで、でそれをするとですね、やっぱね自分はダメだなってなります、必ず。だって自分の感じてること、考えてること全部ダメだから。なんかねそれを言うと、じゃあいつも怒ってる人でいればいいんですかとかいうことになるんですけど、違うんです、怒ってるんじゃなくて自分を守るっていうことに気づくっていうことはすごい大事。怒っていいんだ、もちろん怒ってもいいんですよ、なんかそこで怒って嫌われたって本当に変わんないよね、人生はね、はっきり。そのいじめ、もしよ、いじめられてて怒ってそのいじめっ子に嫌われたりとかしても、もうすでに嫌われてんじゃんっていう話なんですよ、わかります。そのでもね、いないふりしようとか、感じてないふりしようってやってるわけでね、そこで一度ね、そいつのことをぶん殴ったりとかしてるとですね、やはりですね人生は変わりますというか、もういじめられなくなるんだよね。なんかその怒ってることに対して、バカじゃねえみたいな風に言われるのとかも怖いけど、まあ大体バカじゃねえと言いながらもうビビります、嫌だなっていう気持ちに。でもそれはね、怒りっていうのは自分を守るパワーなので、それをねなんかね忘れちゃうとね、それはねなんか正しい人みたいな、なんか仏教徒じゃないけど怒りも抑えられる、何でも怒っちゃう人のアングリーマネージメントっていうのがあるじゃないですか、あれももちろん同じことだと思います。結局切れちゃう人って普段怒りを、自分の怒りを認めてないんですよね。そのなんかだから嫌なことは嫌ってちゃんと言わなきゃダメだし、ここまではいいけどここまではダメだよって言わなきゃダメだし、あとなんかだから急になんか消えちゃったりとかするんですよね、やっぱり。でその怒りを出しちゃえば別に忘れちゃうんですよ、普通は。子供とかもそうだけど、あこんなことしてすいませんとか思わないで、まあ、何やってんだって怒ってもそれでおしまい。だから疑い引かないと思うんですよね、そういう怒りっていうのは。
なんかそのぐちぐち伸ばさないっていうか、だからその怒りっていうか、そのことに対してやっぱりこうちゃんと説明できるようなものがあればですね、別に怒ってもいいんです。でその後伸ばさなければ、そのあとまあなんていうのかな、そういう怒りって言ったかね、自分を守るためにそういう怒りいいんですけど、まあ本当に私ね、実の父親がやはり怒りマンだったんで、ずっと怒ってるんですよ。でなんか自分と意見が違ったりとか、自分は絶対いつも正しくて、まあでもね、そういう人って本当にお酒飲んでる時とかに多いんだよね。言わせていただくと本当にアル中だから、やっぱお酒飲んでる時とかに気が大きくなってそういうことを言ってる怒りとは違いますし、あの怒りって何なんだろうな、いいボンボってるんだけど、なんか自分が、そうだね、自分が正しくて認められない怒りだ、守る怒りではない、でも守る怒りなんだけどね、あれもね、まあまあまあ上手な、怒りのが上手なおっさんなんだな、あの人。まあそうやって、まあ、ある程度の ただね、そのちゃんと自分の怒りを見てコントロールしてから怒るっていうか、なんていうんだろう、自分を守るために怒るのは、だからそのコントロールできないものではないっていう感じですかね。そのね、なんかね、人を傷つける怒りっていうのは確かにあるなと思いますね。それはね、それを続けてると、人から嫌われるっていうのもあるんだけど、だから2つあるのよ。でもインナーチャイルドの人は基本そうじゃないからねっていう話なんですよ。なんかそういう人になっちゃうんじゃないかと思うんですよ、うちの父親みたいな。なんかもうなんかね、怒り狂って本当に全ての人間関係をデブにしてきた人なんですね。でそれは知ってるから、私もちょっと怒るっていうか、自分を守ることはすごく怖いって思うのはわかるんだけど、私もああなっちゃいけないっていうのはすごいあったから。ただ自分を守るために怒るっていうのはすごい重要なことですね。なんかそこを押さえつけちゃうことは良くないかなと思っております。ということで、怒りことの大切さについてお話ししました。ご視聴ありがとうございます。